西郷隆盛の教育と学問について。イントロダクション。彼の政治的な業績やリーダーシップについては、よく知られていますが、彼の教育と学問についても探求する価値があります。積んだ門と四国メタンが対話形式で、西郷隆盛の教育と学問について考えてみましょう。西郷隆盛の学問への関心。西郷隆盛は、学問に対してどんな関心を持ってたのだ。西郷隆盛は幼少期から学問に興味を持っていたわ。彼は、儒学や国学などの伝統的な学問に触れる機会を得たの。また、彼はオランダ語や英語を学び、西洋の知識にも関心を持っていたのよ。このような学問への関心は、彼の知識を広げるだけでなく、異なる視点から物事を考える力を養うことにも役立ったわ。西郷隆盛が学問に関心を持った背景には、当時の日本が急速に変化してた。社会情勢や国際情勢に対する関心もあったのだ。そうね。当時の日本は幕末と呼ばれる時代で、外国からの圧力や国内の政治的な混乱があったの。西郷隆盛はこれらの変化に対して、学問を通じて深く理解しようとしたの。彼は異なる文化や知識に触れることで、より広い視野を持ち、国家の未来を見据えることができたのよ。西郷隆盛の教育の重要性。西郷隆盛の教育は、彼の政治的なキャリアにどんな影響を与えたのだ。西郷隆盛の教育は彼の政治的な活動に大きな影響を与えたの。彼の学問的な背景は彼の思考や決断に深い洞察力を与え、国家の未来についてのビジョンを持つことができたの。彼は学問を通じて歴史や政治の知識を習得し、それを実践に生かすことができたわ。また、彼は教育を通じて自己啓発を行い、リーダーシップの資質を養ったの。教養のある人物として知られていた西郷隆盛は、幅広い視野を持ち、多様な問題に対して柔軟な対応ができたのよ。また、彼のリーダーシップの資質は、彼の周囲の人々に影響を与え、彼の指導の下での組織の発展に貢献したの。彼の学問への関心と教育の重要性は、彼の政治的なキャリアの成功に大きく寄与したの。西郷隆盛の教育の遺産。西郷隆盛の教育の遺産は、現代の日本にどんな影響を与えたのだ。西郷隆盛の教育の遺産は、現代の日本においても重要な影響を与えているわ。彼の学問的なアプローチや自己啓発の精神は、現代の教育制度にも反映されているわよ。西郷隆盛の教育の遺産が現代の日本に与える影響について具体的に教えてほしいのだ。例えば、彼の学問的なアプローチは現代の教育制度においても重要視されているわ。彼のように異なる分野の知識を習得することで、社会の変化に柔軟に対応できる人材が求められているわ。彼の教育の遺産は、現代の日本が直面する様々な課題に対して知識やリーダーシップの面での解決策を提供しているわね。まとめ。西郷隆盛は、教育と学問に対して深い関心を持ち、その知識とスキルを政治的な活動に生かしました。彼の教育の重要性と遺産は、現代の日本においても大きな影響を与えています。彼の学問への関心や教育の背景を理解することは、彼の業績をより深く理解するために欠かせません。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。